とことんやみ込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー周回ですね。今回のタワーは、難易度が結構高いんだけども、慣れてしまえば、30分以内でクリアできる、なかなかいいタワーですね。ということで、とりあえず、1日5、6周ずつ、やっていきます。まあ動画では12、3週ぐらいになると思います。では早速行ってみましょう。どうだ、うわー、ひどいね。全部ノーマルか。いや、ノーマルはまあいらないんですよ。クリさんの重力1か。まあ、一周目は良くない。次行きます。次は、いいんじゃない？呪いの斧。でも、もう理想系持ってるんだよな。黄金次第。クリーチ、ダメですね。まあ、万能なリフレッシュが黄金についてくれるのが一番嬉しいかな。下もいまいちですね。旋風衝撃波で使ったけども、なんかいまいちだったので、やっぱり火力を盛る感じが強いんだよね。重力はいらない。達人の弓はまあ使いません。影！下には、まあまあまあ、主要なやつは一つもない。でも、火炎フォーカスがないっていうのがちょっと気になる。火炎フォーカスついてんじゃない？だよね。大体つくんだ。はい。よろしくない。次いきます。どうだ？おー。いや、でもこの弓は弱かった気がするな。なんだったっけ？性能を忘れた。まあ、バーストゲイルはいりません。はい。あれね、ツインボウね。まあ、いりません。見た目だけだわ。一番最初のね、季節限定だもんね、これは。で、ボーンクラブ。虚無2か。やっぱり3の方が気持ちがいい。2でも全然いいんだけどね。2でもいいんだけども、3の方が気持ちいいっすね。はい。じゃあ次行きます。はい。お！全部そこそこ。性能がいいやつだよ。魂は、これソウルビルド用のやつがいいんだよね。263はまだ持ってない。下には、ソウル系は別についてない。まあまあ、連鎖反応はあるね。いや、爆発がないから爆発つきそうな気がする。頼むよ。なんだ？虚無さん。虚無かー。虚無使えなくはないかな。待ってよ。まず球根がいるでしょ。でマルチショット連鎖反応虚無、まあ一応取っててもいいかもしんないね。ありかもしれない。バブルバースター、どうだ？まあまあ、ネバネバのね、いいやつ持ってるので、別に必要はないんですけども、どうだ？いりません。黄金ピグリンも、使わないかな。花火が強い時は、すごいね、使ってる人もいたと思うんだけども、今はいらないよね。ソウルフォーカス1いりません。な、ハンタークロスボウ、これ、ちょっと使ってみようかな。意外といけるかもしれませんね。それでは、これは良くないぞ。これは良くない。でも、失われた魂はいいかもしれないね。あ、太陽の愛。虚無さんがついてる。どうだろうね。いや、下はね、なんかもう、ほぼ完成されてる感じではあるよね。黄金に虚無がついて、で、重力リフレッシュダイナモ。もうほぼ完成されてるんだけども、どうなんだろうな、これ。
まあそれっぽいやつをもうすでに持ってるのでいらないんだけども、メイスはちょっと使ってみようかな今度。今回のタワー意外と使えたからね。でこっちは、あーダメだ、浮遊射撃1はダメ。下の球根がね黄金についててくれれば最高だったんですけども、はい、じゃあ今日はあと1回だけやります。はい、あーフロストサイスに、そうね、衝撃波もまあありだよね。釣り竿で使った時衝撃波入れてるとビームみたいになるからね、悪くはないけども、2はいりませんね。2はいらない。下は悪くないよ、下はいい感じ。ピグリンアーマー、お、あーでもなー、火炎フォーカス、稲妻フォーカス、無謀がないんだ。どれかがつくでしょどうせ。あー最後の叫びか、これもつきやすい。言いません。まあ斧はまあ弱いのでいらないでしょう。斧はなんか変わらないね当初から。これは使いませんよ。はい、では今日6周したかな、明日も6周ぐらいやりましょう。さあ今日も頑張っていこう。来た来たよ、不安定不安定、今ね欲しいの。でも263が欲しいのよ。フレイルはいりません、フレイルはいらない。太陽の愛の方がまだマシかな。フォーカス系は下にあるね。で、最後の叫びもついてる。お、これワンチャンあるぞ。うん。つきがちなやつが全部下のエンチャントに入ってるので、ある。これあり得る。なんだ。ダメだ。ダメだ。なんで重力パルスかな。いや、意外といいか？爆発を起こすんだから重力で寄せる、いやーいや良くないでしょう。いや良くないと思うな。いやーやめとこう。重力パルスは多分どうしても使いにくい。で呪われた弓もダメですね、非属性か。いや惜しいな、これじゃなかった。はい、次です。どお、いいよ、ゴーディアン。谷の小玉よりは、バーストの方だよね。こっちはちょっと違うんだ。で、爆発ついてる。爆発もね、つきがちだよね。ダメ。あ、これは後で見よう。キツネ。まあ、使いません。防具の中では俺、これ最弱の部類かなと思ってるんで。ちょっと使わないかな。はい、マルチロール、やばいな、黄金が1か2か。フォーカス系はあるね。雷フォーカス入るか。いや、どうだ、頼む。ソウルフォーカスか、ダメだ。ソウルフォーカス入るならもう3入って、1じゃなくて3、それだったらば、ソウルビルドでなんとか使えたんだけども。いやー、ダメですね。はい。あー、続々はもう2つ持ってる。まあ、凍てつく金属片。下はね、完成されてるね。うん、完成されてるからこそ黄金が良くないんだ。多分ね。うん、輝き、重力、で、虚無。最高だよ。黄金はなんだ、衝撃波はいらない。凍てつく金属片にはね合わないね、衝撃波旋風なんかは合いません、ダメ。影クロスは弱い、いらない。続々どうだ、もういらないけどね。旋風、あー合わない合わない、ダメダメ。こんなリーチの長いやつに旋風ついてもね当たんないね。はい、じゃあ次行きましょう。はい、おー、また来たー、いいよ。ゴーディアンいいよ。まあ、横は全然いらないやつだから見ていきましょう。あー、旋風、旋風ね。はい、話になりません。火炎フォーカス、ソウルフォーカスある。で、無謀もある。
頼むよ。頼む。出た。最後の叫び。出た。なんだろうね、本当にね、つきやすいエンチャってあるよね。絶対これ確率がおかしいはずだもん。うん、均等には入らない。不思議だね。はい、じゃあ次。はい。いや、良くない。なんか緑っぽいのがいっぱい出たね。グレイブはまあ使いません。でも、黄金はね、いいのがついてんだな。3が。いいやつじゃないけどね。レベルは3のやつがついてる。グリーンメナス。どう？重力いらない。いや、良くないね。では、ラストです。最後、頑張りましょう。それでは、うわぁ、これラストなんだけど、ひどいなぁ。スイフトかぁ、どうなんだろうね。実際そこまで使ったことはないんだけども、あんまり強いイメージはないですね。まあ、そうね。この、追撃？闇討ち？なんだったっけ？あれのスキルは、強化されてはいるんですよね。1であっても 40% ぐらいダメージが上がるので、使い方によっては強いのかな。タンブルビーとかと合わせると強くなりそうな気はしますね。で、使うならば、リフレッシュ、追い打ちクリティカル、重力かな。衝撃波は合わない。こっちは、あ、同じやん、同じじゃん。ダメです。はい、今回のタワーね、難易度結構難しいので、報酬は良くしてほしいんだけどね、報酬がいつもよりもなんか悪いような気がしますね。よろしくないな。はい、まあ、とりあえずまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。